さんこんにちは、じゅんなです。今日は週末の過ごし方、お散歩とかおやつ作りとかそういうものを撮っていきたいと思います。それではどうぞ。
Thank you.
はい、完成しました。こんな感じ。食べてみます。うん、サックサク。今まで作ったポテトの中で一番上手にできたかも。今日のレシピはみやちゃんのインスタグラムを参考にして作りました。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。